ピアソラの作品中、単語の歴史とともに、クラシック演奏家向けに書かれた作品として、重要である。チェリストのムスティスラフ・ロストロポービチのために作曲された。完成が1982年だったのに対し、初演は1990年になって、ロストロポービチによって行われた。1992年に、ピアソラが死去。 1995年になってバンドネオンで初録音された。1995年にバイオリニストのギドン・クレーメルが録音した CD が世界的に大ヒットとなり、ピアソラの名と共にこの作品も注目されるようになる。1996年にロストロポービチも録音した。その後はチェリストのみならず、バイオリニストもこぞって演奏するようになり、 現在は重要なレパートリーとなっている。作品自体は完成駒もなく出版されたが、ロストル・ポービチの録音では相当な改変が行われている。この件について、ロストル・ポービチがコメントを残さなかったため、詳細は不明である。バイオリンで演奏する際は調整の変更が必要だが、それ以外にも特にバイオリンのパートにおいて改変がなされることが多い。 ありがとうございます。